こんにちは、まーでーす。ラスクラやっていきたいと思います。はい、ということでちょっと1ヶ月ぶりぐらいのラスクラ動画になってしまったんですけども、やっていきたいと思います。まず無料あと2回だね、引いていこうと思います。統合記念のガチャですね。最近のラスクラどうでしょう、皆様。進捗の、あ、ごめん、飛ばしちゃった。なんかなんかみんな来るとこ飛ばしちゃった。これさ、結構赤来るんだよね。黄色になっても赤玉になったりとかよくあるけど、今日はなかったですね。はい、ということでフレンドガチャも引いていきますね。最近のラスクラ事情はどうですか、皆様は。まあ、今このね、ネイルさんの水着の方が来ているとは思うんですけども、まあ、サマーキャンペーンということでね、はい、やってますね。そっか、後半はセビアか。はいはいはい。いや、また、ね、男性水着着てほしいんだけどな。やっぱ女性ばっかりだもんな。で、今さ、その、こういう水着ガチャの復刻がすごい来てるじゃないですか。なのでこのガチャ画面のね、このさ、もうこのネイルのおけつでこうスクロールしていくと、まあ、こう獣も挟むんだけど、やばくない？この辺のこのスクロールの、もう絶対これズームしたい人たちいっぱいいるよね。はいはいはい。で、統合記念の交換っていうのがまだ私やってないんですよ。これですね。統合記念ユニットの、ユニットとアークがあるんですけど、まあ、どっちもまだ交換してなくて、まあ、アークに関してはそれこそ皆さんにご相談したいなと思っていまして、まあ、この動画を撮ってるんですよね。ちょ、このままこうスクロールしていこうかなと思うので、ちょっと相談に乗ってくれる優しい方はね、見ていただけたらと思うんですけども、結構下の方はもう所持済みが多そうですね。ほぼ所持か。え、マジ？ほぼ所持？まあ確かに最近 SSR で止まることほぼないもんな。となるとこの辺だね。この辺から上が季節系とかかな。はい、ちょっとアドバイスいただけると嬉しいです。で、このユニットの方なんですけど、これもまあ季節系、クリスマスとか、まあ、水着とか、まあまあまあいろいろありますね、普通のも。いやー、私この買いね、持ってなくてですね、欲しいんだけど、せっかくね、息子もパパもね、ゲットしたので、あとはママっていうとこで、ママ欲しいし、あ、そっか、なんだかんだ私、ベイン交換してなかったか。あ、サウザーもね、かっこいいし、このセラもね、かわいいし、このアルシスもね、ログシウスもね、あ、このリルベットもね、はい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 。まあ、ザイクスは違う版が来たので、まだまだいいかなというとこで。そう、まあ、ここはね、所持済みで、あ、そっか、このメギウスとかライバーンとかも交換できるんだ、これ。いや、いいっすね、このガチャ、チケット。はい、ということで、まあ、正直、カイネめちゃくちゃ欲しいんですよ。狙って、引きに行ったこともあるので、ただ、私、このセラちゃんがね、めちゃくちゃタイプなんですよね。このセラちゃんはもう一目惚れしてめっちゃ引きまくったんですよ、これも。でも来てくれなくて、まあ、カイネはもちろん強いし、その、なんて言うんだろう、さっき言ったようにお父さんも息子も引いてるので、まあ、家族ね、だんだんしたいっていうとこもあったんですけど、やっぱり、このセラちゃん、私特に見向きもしなかったんですよ、正直そんなに。ただ、そのセラちゃんがこうなるとは聞いてないんですよ。この美貌、そしてこのパンティ、そしてその腰にかけてるもののベルトね、からのこの銃。いやー、よくね。っていうところで、心に決めてはいるんですよ。ま、でも、さっき言ったように、
貝に使いたいなとか思ってる自分もいて、結局悩んでるので相談させてください。ユニットはね、この動画で確定しようかな、どうしようかなってちょっと思ってたけど、やっぱり相談させてください。すいません、お願いします。まあ、ガチャで引くっていう選択肢もある、引くっていうか引こうと頑張るっていう選択肢ももちろんあるんですけど、まあせっかくね交換というかチケットでできるのでっていうところだね。はい、なのでね、ぜひ皆さんちょっとアドバイスいただけると嬉しいです。まあ結局はね、好きなキャラゲットしたらいいよみたいな結論になりそうな気もしてるんですけど、ご相談させていただけたらなと。いつもね、皆さんにいろいろ相談させていただいて、決めていくこのチャンネルなので、まあ、最後に決めるのは自分なんですけど、まあ、それまでのね、なんだろう、過程で皆さんの意見もぜひ聞いていきたいなと思ってますので、よければコメントの方よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと久々のね、動画がまたご相談動画で、ちょっと申し訳ないんですけども、統合記念のチケットね、ユニットとアーク、どちらもアドバイスいただけると嬉しいです。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価、X のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。